皆さんこんばんは、電の子天使チャンネルの電の子です。今回は現在夏アニメ放送中となっているオーバーロードについてのお話をしていこうと思います。数日前に映画化の内容について掘り下げていましたが、まさかのそのタイミングでね、ようやく劇場版オーバーロードのティザービジュアルが公開となりました。完全新作劇場版西王国編の公開が決定していましたが、今回でようやく進んでいるんだなというのを実感できましたよね。前回の動画では西王国編の内容をね、すべてこうネタバレという形で掘り下げていますので、気になる方はぜひそちらをチェックしてもらいたいんですが、今回は現段階放送中でもある第4期の進行状況も含めて簡単にその内容について触れていこうかなと思います。ぜひ皆さんの気になる部分だったり、劇場版の内容なんかのご意見もあればコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。電の子天使チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係、ジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、電の子も頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。今回公開された情報としてはティザービジュアルだけとなっています。もう見た感じめちゃめちゃかっこいいですよね。ちょっとこれで痺れました。レメディオス・カスティオとネイヤ・バラハ、この二人とアインズですね。中央にアインズのビジュアルとなっています。まさに西王国編を象徴するキャラとなっており、期待が膨らみますね。まあ、正直内容的にも結構グロ描写というか、そのあたりも正直不安なんですが、まあ、しっかり作られていることは安心ですね。その他の公開日やキャストについてはまだ未定となっており、制作進行中となっていました。まあ、公式ページ見ていただければわかると思います。なので第4期終了からすぐに劇場版の公開というのはかなり難しいと思います。まあ、オーバーロード第4期原作10巻11巻あたりが、まあ、あっという間に終わって、まあ、12巻13巻が西王国編なので、こちら映画でやるということになっています。なので今現段階残り8話から12話っていうのは14巻の内容をやる形になりそうなんですよね。なので順番的には逆になりますが、テレビで滅国の魔女をやる形ですね。まあ、オープニングでね、様々な意見があった14巻のシーンがあった謎は解けましたよね。最初はそんなに巻いても進行できるとは思わなかったので、この丁寧なエピソードの取捨選択はちゃんとね、14巻を演出してもらえるのでありがたいと思います。でもう一つ気になるのは、2時間映画1本だとかなり尺的には厳しい印象もありますよね。なので3部作ぐらいしてくれないと結構ね、駆け足になっちゃうというか、ちょっともったいない感じするので、正直その辺も気になるところです。このあたりは今後追加情報に期待です。あともう一点気になるのは第5期ですよね。まあ、西王国編が映画なので第5期となると、その後のね、ハーフエルフの新人と、まあ、最終巻の2巻をやるパターンだと思うんですよね。まだ映画化の詳細はかなり薄いので5期は相当先になりそうですが、ここまでしっかりアニメでやってくれる作品も少ないので、時間はかかっても発表待ちたいと思います。で、巷ではね、結構映画化すると5期はないという噂も立っていたんですけれども、やっぱ根強いファンというか、オーバーロードって根強いファンが世界的にも多い作品なので、その心配はないかなと思います。ぜひ皆さんの期待やここが楽しみなどあればコメントしていただけると嬉しいです。今回は以上になります。せーまとめてやってください。さようなら。